南町四国88箇所霊場23番札所の薬王寺で行われたのは、年末恒例の鈴払いです。僧侶が長さ5メートルほどの笹を持ち、本堂の軒下や天井、鐘などの埃を払いました。副住職の今川義海さんは、参拝の方々に気持ちよくお祈りをしてもらうために払い清めて新年を待ち望んでいますと話していました。正月の人出は例年通り20万人程度を見込んでおり、大晦日の午後11時45分ごろからは参拝客が除夜の鐘をつくそうです。また日和佐ウミガメ博物館カレッタでは、ウミガメたちに気持ちよく新年を迎えてもらおうと赤落としが行われました。職員など8人がウミガメの甲羅や足ひれについた汚れをたわしなどで丁寧にこすります。飼育記録がある中で世界最高齢とされる72歳の赤ウミガメ浜太郎もこの表情。今年も1年お疲れ様です。カレッタは29日から大晦日までは休館、新年は元日からオープンします。すっきりしたウミガメたち、あとは新しい年を待つばかりです。